リーナ先輩、お待ちしてました。どうしたんだキリト、こんなところに呼び出して最後に立ち会うつもりか？それなら相手になってやってもいいぞ。違いますよ、いくら俺でも最後にそんなことは言いません。実はお渡ししたいものがあるんです。それならばもうもらった。他のどんなものより貴重で大切な贈り物をお前から。そう言われちゃうとちょっと渡しづらいんですけど、これもらってくれますか？この花は？はい、ゼフィリアの花です。まさか。でもこれは確かにゼフィリアの花だ。ノーランガラスでは咲かないはずなのに。いえ、ちゃんと咲きました。先輩がいるこの学園で咲くことができたんです。キリト、お前がこのゼフィリアを咲かせてくれたのか？はい、どうしても先輩に見てほしくて。とても綺麗な花ですね。ああ、本当に綺麗だ。もう泣かないと決めていたのに。お前のせいだぞキリト。申し訳ありません。いや、懲罰を行使する。懲罰ですか？ああ、罰として。お前の肩を貸せキリト、しばらくこのままいてくれ。はい。卒業おめでとうございます先輩。